録音モード会いたいかって何やってんの。バン、何あれ、ちょっともういいやめて、もこれ長野でしょ。うるさいんだよデブ。なんだよ。目うるせえって言ってんくるんだよな。何あれ、あんなご飯、鼻くそ太郎が。何あれ、でもおしんこは1個なんだ。え、アリチニ前なの。トリプルテイスト。というかもう絶対うまいんだろうなって感じ。うまっ。なんとか食べようかな。じゃあおっぱい食べる？何を言ってる？これマイク入ってる。嘘。多分。こっちは入ってない。こっちは入ってない。ほろん。あ、こっち入ってるかもしれない。こっち入ってないんだよ。多分こっちは本当に入ってるかもしれない。一目惚れ。あ、あったねな。うん。ご飯の量もおかしいよね。一膳の。うん。効果音通りだよね。どうしない。超ウケる。行ってみようかな、ここ。長野でしょ、これ今。長野って書いてあったから。もないね。溶け込み方がね、ね、ここのスタッフっていうかディレクターもそうです。みんなすげえと思うのこれ。
超じわる。長野県長野県クリスタそんな安くもないよね。まあ量がすごいってだけで、そんな特別な安くなんなの髪型。本当いつの時代だよ。これ本当人間を超える日は近い。長野そんな。長野くん、今でそんなカットの学生でもいる。なんか怖。あんな食えねえだろ子供。だお母さん一緒に食うんじゃないのだから。絶対に食えねえだろでも。さすがに量考えられると思うけど。食いながらうなずいたら人間を超える日は近い。あた正直すぎて、でも確かになんか田舎あるあるな頭で、そんな安くもないよ。あるとこあんだけどね、わらじかつとか情報提供するの。大体量多いとか潰れてるのかな、あれと思って。いやだってやっぱ赤字になっちゃうからね。嬉しいけどやっぱ楽しいよね。なんか結果を報告してきた。